選手、その MMA としてどんな感じなんですか今っていうか、その局長が見てた時までは強いところは本当に強いですよ。すごく強い。寝技にしてもその打撃だけじゃなくてレスリングとか寝技にしても強いポジションは本当に強い、はい、だけどまあ穴はたくさんあります。まあ、それはしょうがないです普通に考え、うん、でだから今回の試合で組み技の選択を取れるとしたら平本選手かなと思ってますよね。鈴木選手にはその選択は難しいんじゃないかなと思ってます。なるほど。平本選手ってこうやっぱ突っ込まれやすいじゃないですか、いろいろなこと、はい、こう自分でもいろんなこと言うので、うんうんうん、高いものをどんどん求められちゃうというか、あれもできなきゃいけない、これは勝たなきゃいけないっていう、うん、なんかあるじゃないですか、なんとなく。はい、まあでも、ね、冷静に考えてデビュー3戦目ですからね。ですよね。でも2戦目でもう、うん、あのメインとかをやってしまってるんでやっぱこうプレッシャーじゃないですけど、はいはい、こう圧は感じてるんですかね、うんうん、いや感じないわけないと思いますけど、ね、そうですよね、はい、次鈴木選手、2人とも萩原選手に負けてる。ああなるほど、確かに選手じゃないですか。はいはいはい、やっぱこうフェザー今こういっぱい面白い選手いますけど、はい、でもやっぱこういう平本選手みたいに喋れる、うん、なんかこう面白い選手が強くなってくると、うん、もっともっとこう面白くなりますよね。まさにこう花があるってことですね。確かに、はい、はい。